皆さんどうも、エヴァンです。まあ、これから、ピザ屋のホームページを作りましょう。ですね、初めてこのチャンネルの人だったら、ね、その前にね、ピザ屋のを作る前に、ワードプレスをインストールすることは必要ですね。わかる人だったら、もう先にワードプレスをインストールして、それから、このビデオを見てください。もしね、全くわからない人だったら、このチャンネルの一番目のプレイリストを見て、そこでね、3つの方法がありますね。ワードプレスのインストール方法は3つがあります。1つを選んで、自分にいいと思っている方が選んで、ワードプレスをインストールして、それからここに来てください。OK? ですね、それではないと、ちょっと、まあ、できませんですね。ワードプレスのインストールが、基本です。ね、それ、ビデオを見てから、それとも、ワードプレスをインストールしてから、このビデオに来てください。それでね、ワードプレスがインストールしているなら、まあ、だいたい、これみたいになるんですね。これをクリックすると、何も入ってないみたいですね。で、見るとね、外観にチームをクリックすると、今のテーマは、ちょっとね、ワードプレスも専用テーマに入ってますってですね。でも、このテーマはね、ちょっと問題がありますですね。テーマが一番必要ですね。最初から入っているね、ワードプレスのテーマは、ちょっと使いにくいですね。いろいろが、固定が、ありますね。固定ところがね、例えば、ヘーダとか、フットとか、ね。例えば、とてもわかるね。今のテーマは、ね、だいたいね、こういうふうに見てくださいね。この白いところが、これはコンティーナと言いますね。そして、これは、その中にいろいろなものが入りますので、だからそのコンティーナの上に、これちょっと見てくださいね。この白いページをちょっと見てください。このコンティーナね。このコンティーナに、例えばね、そのコンティーナの上にね、いろいろが作るものがこれですね。ヘーダーは、そのヘーダーというのはね、ほとんどね、ナビゲーションとか、それロゴマークとかね、入れるところですね。その下には、ボディがありますね。それボディが、ホームページの一番、いろいろね、作れるところですね。その横にサイドバーがあるね。一番下には、フータですね。フータは、コピーライトとかね、いろいろものも入ってますけど、でもね、このね、ホームページね、このチーマが入っているホームページは、あまりね、触ることはできないですね。だから、チーマが、他のテーマが、を選んで、もうちょっとね、多分無料のテーマが、もうほとんど固定しているね。有料のテーマがいろいろ触ることもできるんですけど、だからテーマが、選ばないといけないね。きちんとにね。それでね、エレメンタというプラグインを使ってホームページを作るですね。でも、そのね、エレメンタというプラグインは、このボディのところだけね、しか編集ができないんですね。だからね、本当は、ヘーダーとかサイドバーとフーターは、編集するところはできない。そしてね、このエレメンタというね、テーマは、プラグインは、このテーマに合わせて、例えば、いいテーマで、ボディと、ヘーダと、サイドバーね、それでフーターを、触ることができるテーマだったら、このね、エレメンタは、全部隠して、ね。それはすべてはボディになるね。ここみたいにね。
ポーディになるで、それでは、エレメンタはヘッドを作って、サイドバーを作って、ボディを作って、フットを作って、何でも作ることができるね。でも、それはテーマが必要ですね。だから最初にワードプレスに、入っているテーマはあまりそれはこ、こ、あの、えー、触ることはできませんので、だから他のテーマは必要ですね。OK? そしてもう一回テーマタブをクリックして、新規追加ボタンをクリックしてください。それで、英語で Hello を検索して、このテーマの Hello を使います。それでインストールしてください。僕はインストールしましょう。インストールします。それインストールしましょうね。僕はインストールします。そちらにあなたもアンインストールしてください。それで、有効にしてください。OK? これもアクティブで、そしてちょっと見ると、少しも変更ができましたね。それでもね、これがもう固定されているね。これは、ヘーダーですね。こちらヘーダーですね。もう固定されているんだけど、でもね、このテーマですね。これはエレメンタチームが作ったです。だからもうちょっと優しいね。エレメンタを使うのは、ちょっと優しいテーマですね。でも、だんだんね、いろいろがしたいなら、多分このテーマも、できないから、多分もうちょっとね、有料テーマになる可能性の時もあるんですけど、まあ今回はこれで十分です。ね。そしてね、そのテーマをインストールして、またね、今度、エレメンタプラグインもインストールします。こっちからも、インストールできるんですけど、でも、普通はね、ここに来て、プラグインのところに、のタブに、選んで、それで、新規追加のボタンをクリックして、これでね、それで、エレメンタル、ここエレメンタルに入れると、もうこっちに出てきますけど、でも今回はこっち、これでもね、このテーマをインストールして、これも、自動でできてる。どちらでもね、インストールが。それで、エレメンタをインストールします。それで、プラグインを有効にしましょう。OK。これでね、エレメンタをもう、インストールがしています。あとね、もう一、今回ね、必要、このホームページを作るな、エレメンタプロを必要ですね。そして僕はもう最初から言ったね、今回ね、自分の、個人仕事を作るために、そのもう少しね、お金つ、えー、えー、を使って、これを作るが多分いいと思いますね。例えばね、最初は、サーバーね、サーバーに契約をして、サーバーとドメインを必要で、ね、だいたい年間は2万円ぐらいかかると、あとはね、このプラグインも年間に5000円に必要ですね。そして、このエレメントにクリックして、僕はね、たくさんページを作るで、このエクスパートのプランを選んでいるんですけど、まあ皆さんはどちらでもいいんですけど、ただ、試すためにだけならね、この一つでもいいです。それを、買って、ね、まずはね、このマイアカウントを作って、このエレメンタのページをログインして、それでログインしたら、これをどちらでもね、選んでください。買ってくださいね。これはだいたい5000円、6000円以内になると思うけどね。それは年間です。それでね、1年だったらどうしますが、別にそのまま使いますですけど、でも1年と更新しないと、ただね、アップデートはできない。でもページはもう、もしね、そんなに必要だったら、あと1年間でもそのアップデートね、その更新をした方がいいと思いますけど、もしそれ必要、まだね、全然、そんなに触らないページだったらもう少しを待ってください。必要の時だけよ。を更新してください。ただ、エレメントはまだ使いますけどね、1年経ったら払わないと、ただね、アップデートだけはできませんですね。そして、アカウントを作って、
一つここに一つのプランを選んで、選んだら買ったら、そしてね、こっちに、マイアカウントからダウンロードをしてください。ダウンロードをして、ね、自分のパソコンのいいところに、ダウンロードをしてください。簡単に見つかるところ。OK? プラグインね、をダウンロードしたら、もう一回ね、プラグインを新規追加をボタンをクリックして、それ今回ね、プラグインがアップロードして、これをね、ファイルを選ぶのボタンをクリックして、それでね、ダウンロードしたところまでをからね、そのアップロードしてください。エレメンタプロね。こういうプラグインですね。エレメンタプロ。ZIP ファイルですね。それを開かないでください。このままね、ZIP ファイルを選んで、オープンボタンを押して、今すぐインストールボタンをクリックしてください。インストールしたら、プラグインの有効をしてください。これでね、テーマも、有効にしてる。それで、エレメントも有効にしてる。エレメントも有効にしてる。それで、これから、ホームページを作りましょう。このホームページですね。さっきが僕も作りましたですけど、このようにのホームページを作ります。ね、さっきの、このビデオの、最初のところがこのホームページですね。僕もすでに作っているから、それでどうやって作るをこれからね、教えることにします。OK? そのローカルホストに、戻ります。そしてもう一つね。ちょっとね。この設定のところにね、パーマリンク。パーマリンクね、これを、変更してください。これをね、別にどっちでもいいんですけど、でも最後にはたくさんの名前、例えばね、2021年1月8日とか、それは別にあまり良くないんですけど、ただね、作ったページだけの名前にした方がいいと思うね。だからこれを選んで、こうなりますね。カスタマーね。それでこれでもいいね。でもカスタマーというのはこれになるね。さっきこれ選べば、だからね、作ったネームね、サンプルポストね、になる。だから、例えば、のホームページを作ったら、そのロコホスト、スラッシュホームになるね。別の、こっちに選ぶと、もういろいろな変な名前になりますから、あまり良くないですね。だから、ただね、作った名前を作った、例えばね、ホームとか、コンタクトとかね、問い合わせとか、それだけを入れて、この名前になる、それ一番いいですね。それをおすすめにします。だから、カスタマーをこういう形でしてください。それで、変更を、保存しましょう。それもう一つね、今は固定ページに、のタブを切って、クリックして、その新規追加ページをクリックしてください。これで最初のページを、作りましょう。このページね、ホームというページの名前を入れて、そしてね、普通のテーマは、本当はね、このホームの名前を入れると、このホームをね、作っているページに表示されますから、それは表示されたくないので、他のテーマだったら、このタイトルを隠すところがありますでね、場合によってね、その有料のテーマがそれしかないので、隠すために、あとはもう一つはプラグイン入れて、もう一つの方をプラグイン入れて、ね、その名前を隠すですけど、今回ね、このハローテーマね、エレメンタで使うためには、もうすでに最初からね、これを隠してるですね。だから心配しないでください。もう一つね、ここに、
tem preito no ちょっと書いてほしいです。もしね、デフォルトテンプレートを選ぶと、その、ヘダがつきます。フータもつきます。それで、サイドバネ両方もつきますから、これあまり欲しくないね。本当はエレメンタのキャンパスね、を選びたいですけど、でも今回ね、このエレメンタね、もう、次のページからこのエレメンタキャンパスを選択して保存しますですけど、でも今回ね、ちょっと、エレメントを使うときにこれも変更できるところを見せたいから、今回ね、このエレメントの、前足を選んで、それを交換して、更新してください。それでページが作りましたね。あと、これ、もう一回ね、もう一回、ここに戻りましょう。そしてね、あとね、これもう一回ね、ページを作っているところで、これですね、ホームページの、表ね、固定ページをクリックして、そしてね、これはホームページを、ホームを選んでください。ここにすると、ポストページになりますので、今回ね、ホームページを、そのドメインをクリックしたら、ね、ドメインを、インターネットエクスプローラーで入れて、検索してクリックしたら、その固定ページのホームページに、入ってほしいですね。出てきてほしいね。だから、これを固定ページで、それでここにホームを選んでください。あとは、更新を保存してください。OK? これで、ページに、固定ページにいて、そのホームページを選んでください。そして、こうなるね。今回ね、ちょっと見てください。これが、ね、こっちは、ヘーダーが入ってますね。でも、エレメントを使ってこれを隠すところにします。で、もう一回戻って、それで、固定ページ、ホームね。これ、このボタンをクリックしてください。それで、これでエレメンタで、ページをエディットしましょう。そうしたら、エレメンタに入りますね。でも、これでちょっと見て、ヘーダーが、見てるんですね。見えてるんですね。そして、こうに、一番、設定ね、この設定ボタンをクリックして、ここにね、エレメンタのキャンパスを選んでください。それで、更新。更新したら、リフレッシュをしてください。ね、それでね、ホームページのすべてを、エレメンタで、編集を、ことにできるんです。そしてね、ページ、これ。このページね、最初は、この英語でこれはね、ブレードクルンバっていうね、ブレッドクルンっていうね、ブレッドクルンっていう、これを作りましょうね。これでね、ピッツァリアの、ね、営業時間と日にち、あとは電話番号、それで住所と、こっちはサーチね、検索して、このホームページの中を、探すものをできるんですね。これを入れましょう。OK? 作りましょう。最初からね。これかな。そう、このところです。これで、このページで、このプラスね、ボタンをクリックして、今回には3つがあったんですね。それで、この3つね、これですね。1、2、3、あ、4つね。4つね。4つがあって、その4つを選びましょう。4つね。こうして、OK? そしてね、ここも、ね、黒色で、この色も入れます。そしてね、セクション、これですね。セクションを、
右クリックを押して、このセクションを編集できるところを選んでください。そしてね、スタイルね、このボート、スタイルボートをクリックして、これはクラシックね、ボートね。これとね、マウスポイントとか、こうじゃなくて、この通常のところを選んだままで、そのクラシックボートを選んで、この色をね、こっちもデフォルト色はあるけど、もうちょっと黒くね、黒色を入れたいんですね。そしてこれを一番黒いここですね。本当は000はとても黒ですね。だからこれは黒です。それで、OK。そのまま、更新しましょう。こちらにはね、アイコンがあって、それでね、テクストと文字があって、その営業時間と営業日にちを入れます。そしてね、ここに行って、アイコンと、どれかな？これを選びますね。これです。そしてこれをドラッグして、この真ん中に入れてください。これ、今回ね、コンテンツというのは、このアイコンと、そしてこの、文章だけね、そのタイトルはいらないですね。それでこのタイトルを消します。あと、アイコンね、時計の入れたいんで、そのアイコンを探しましょう。このアイコンEstas ライブラ imagens リ、devem ser correspondentes. アイコンをクリックして、まあ、日本語になってるけども、探すのは英語ですね。だからね、こっちは、クロック。入れてね、これ選びたいね。これ、インサート。インサートして。ここにね、もうちょっとね、カスタムしたいんですね。これ、アイコンの色ね。アイコンの色は白色にしたいね。白色はね、ここにすると、FFFF、3つ F ね。このマークと今覚えて、この電話のマークと今覚えてないね。日本語なんちゅう。それ FF3 つで、それ白色ですね。それで OK。あとはね、サイズのこの、OK。このアイコンのサイズ、このくらいにしたいですね。そして、コンテンツは、まあ、とにかくね、まあ、白色ね、色ね、タイトルはないけど、タイトルもないですね。先に、ディレートしたね、削除されたね。それで、説明をもう白色にしたいんですね。だから、これにして、OK ね。もしかしたらね、使いにくいだったら、この白は00、3つ0ね。6つ0ね。それ黒は6つ F を入れて、6つね。白色になるんですね。それで OK。あとはね、この文字を、好きな文字を入れたいんです。それで、先には、月曜日休みので、だから火曜日から日曜日までを、入力します。火曜日から、日まで、ちょっとスペースで、好きな時間入れてください。スペースで、月曜日は休みとします。OK？ あとね、
スタイルに戻りましょう。スタイルをクリックして、そのコンテンツね、コンテンツの、コンテンツのい、あ、これはタイトルね。タイトルはもういらないで、その説明ね、もういろいろ入れた。あとはね、この鉛筆のマークをクリックをして、それでこちら、フォントを選ぶこともできますね。今ね、ちょっと日本語がね、あまりフォントがないね。インストールする必要があるんですけど、あまりデフォルトのフォントがこのフォントですね。僕はもう2つのフォント、違うフォント入れたんだけど、でも、あまり日本語は、デフォルトで、フォントはちょっと少ないですね。まあ、入れることもできるんですけど、場合によってね、ちょっと、重いね、フォントがたくさんあるので、それ有料のフォントで。まあ、とにかくね、もう、このフォントね、ここに使っているフォントを使いましょう。もしね、後でね、もし別のフォントを入れたいなら、もう、どうやって入れますね、方法が教えるけど、今回ね、このデフォルトのフォントで、ページを作りましょうね。このロボットは、エレメンタのデフォルトのフォントですけど、これも別か書いてもね、あまり日本語に変更はならないね。ちょっとしかならないね。ちょっと変更できるんですけど、でも、あまり。ちょっとしか変更ができる。とにかくね、このフォントに今、短いフォン、ちっちゃいフォントをしたいね。それで、ね。このデフォルトの、こう、もうちょっと太いすると、500も変わらないんですね。700しか、もうちょっと太くなる。それで、ボールドで太くなるんだけど、でも、それに太くは、500で大丈夫。もうちょっと薄いフォントにして、サイズはもうちょっとちっちゃくしたいね。これで、14でちょうどね。あとはね、このアイコンはここに持ってきたいんですね。あ、これ。これアイコンね、このアイコンね、今真ん中にあるんで、その真ん中の横にしましょう。OK? あとはこの、高さを合わします。これね。説明の鉛筆ね、機体ね、書いたところを、鉛筆のマークをクリックして、それを、高さね。いくの高さ。この高さ。これを。OK。そしてね。これ合わせて。あとはね、これもちょっとね、下にしたいんですね。それでこれを。このね、カラムじゃなくて、この、アイコンボックスの、これをクリックをして、そしてね、これを。マージンと一番の設定のところね。コードの設定ね。をクリックをして、そしてね、今回ね、マージンじゃなくて、パーチングを変更したいね。こうするとね、すべてが編集するから、こうじゃなくて、これを一回クリックしてね、それ一つ一つを、の、編集をしたいんです。だから、今回は高さもちょっと下にしたいで、これはちょっと、まあ、これで多分、5で多分、ちょうどです。OK ね。それでいい。あとは、ここを見ましょう。この電話番号を入れたいんですね。まあ、すでにこれをもううまくできているから、それでね、これはいっぺんね、このマークね、右クリックをして、これでね、コピーじゃなくてね、ダブルをしますね。
OK? そしてこっちにドラッグエンドドロップをして、今回ね、これだけを変更したらもうあとは手を触らなくていいね。だからこのコンテンツに戻して、こちらはね、フォンを探しますね。電話のアイコンを探しますね。フォンかな。フォンですね。これをにします。それで、サイズも、さっきね、選んだと全部もうなってるで、ただコピーして、それもちょっと簡単になる。あとはね、テストを変更したいね。今回ね、電話番号だったら、例えばね、もし、名古屋だったらね、岐阜だったらね、岐阜、058。まあ、月の電話を入れてください。777。それで OK ね。これを更新をして、あとは住所ですね。住所に入れますね。住所は同じことですね。これを右クリックね。このアイコンボックスね。アイコンボックスを右クリックして、それこのボタンで、コピーとパスと同時にするで、ここに移動してください。それでアイコンを変更しますね。これが、住所のアイコンを入れますね。住所って何？住所でマップね。マップの、これを選びます。OK。そして住所をここに入れてください。僕の場合は、岐阜市駅前線です。これでいいんですね。OK。あとは、ここに、サーチを入れましょう。なんかを探したいときに、このページね、の中で探したいとき、このサーチのエンジンを入れます。サーチってどこかな？サーチ。もしね、わからないとき、これは、search、英語でね。search フォーム。これを持ってきてください。そしてもうちょっとね、これを、このエディットボードね、クリックして、クラシックね。クラシック、これはミニマル、クラシックでいいね。クラシックでいい。サイズはもうちょっとちっちゃいにします。OK。あとは、スタイルね。スタイルは、ボルダーサイズが欲しいね。これで1。すべて1にします。で、ボルダーサイズ。ボルダーコールをね、白色にします。白は、WF、ミュツ F ですね。バックグラウンドコラこれでいいんですね。これちょっと見ましょう。どうなってますかな。こうなってるね。もうちょっと。もうちょっと短くしたいかな。そう、もうちょっと短くします。そして、それでこちらをクリックをして、この右側からね、右側から、
中へ。こっちもそうやけど、まあ、ここで、ちょっと、音鳴りますかな。こっちもちょっと中に入れたいんですね。そして、まあ、とにかくこれを短くすることもできる。そして、で、こっちをクリックして、ほら、これ。アイコンボックスをクリックして、ね。そして、今回ね、左からね、左からを、あ、これ上、下じゃなくて、下はゼロ。左からね、左から、左を選び。このぐらいでしょう。こっちはもうちょっと、あ、これ、色なしで、もうしましょうね。そしてこれもちょっとエディットにしますね。スタイル。ボートンはいい、そのまま。ボーデハンジュース。バックグラウンド。バックグラウンド、テストから。バックグラウンド、色は、これちょっとね、色をちょっとね、接続こうじゃなくて、こうします。これをちょっとね、透明色にします。あとはね、テストからは白いにします。ちょっと白くにします。白くは FFF。まあ、白くなってないけれども、まあ、インプット、ボートはそのまま、ちょっと、押しに押して、となっているかな。まあ、これでいいんですね、だいたい。あ、これだいたい似てるんですね。OK。今度は、このね、ナビゲートタブを作りましょう。このナビゲートは、メニューとログマークをあるんですね。OK。それでね、ログマークは、このログマークどうやって作りますか？もしね、自分が、もう、それはできる、イラストレーターか、フォトショップを作ることはできるなら、それで作ってください。もしね、作ることはできない人は、ちょっとね、サイトが教えますね。簡単に作れるサイトですね。このサイトは、サイト。this one better. ここにないんですけど、この、このサイトね。logomakr.com ね、これを。OK。これはね、例えばね、さっきの、まずは、ね、ピザの、英語です。これはね、英語で検索しないといけないですね。そして、スライス、ピザ。ちょっと、OK？ そのスライスピザね。僕のは自分で作ったんですけど、でもこれを、まあ、を選んでください。どっちでもいいね。これを選びます。そしてね、色も変更もできるんですね。これでいいんです。あとはテストも入れることはできるね。そして、
texto A. Mama pizza, né? Somo texto A. Gostei. Gostei. Muito tudo. Canta aí, それで、ピッツァは、スタイル。これで言うと、あと、ボールにしますね。切れもちょっと、これはいらない。ワインゲージ、スペース。まあ、これでいいんです。あとね、色を謎はね、色は、これは赤にしたいんで、そしてこれで保存します。このサイトは、有料でできるね。だから、no text download, no resolution file, ね。まあ、これは no resolution file ですけど、ここにログマーク PNG。セージ。OK。そして、このロゴ、このサイトね、ちょっと、
logo https, né? Mas logo makr.com. Logo, né? logomaker.com, né? そしてね、ここに戻って、それでもうロゴマークを作ったで、これもう一回ね、今回ね、これを作ります。ログと、メニューですね。このメニュー。今のところね、もう一回戻ります。こっちに戻ります。ここに戻りますね。メニューをまだ作ってないんですね。これでもう一回でダッシュボールに切って、ね。そして、メニュー、外観のタブを切って、メニューを選んでください。これはホームだけね、ホームがある。そのホームをメニューに入れて、これホームがある。後のメニューね。このメニューをしたいんですね。これね。ホーム、about us メニュー、コンタクトね、のメニューを作りたいで、これでここで作りますね。これ、カスタマリングをクリックをして、これでね、これでこのホームページのアドレスを入れといてください。今回ね、local host スラッシュ、ピザリア、スラッシュ、about us、OK? これ、メニューに追加。あ、これね、忘れました。これにはね、about のタイトルを入れましょう。OK? そしてもう一つは、どこだ、これか。メニューを作りましょう。これで、S じゃなくてね、こっちはね、HTTP localhost/pizzaria、それフォードの名前ね。これをフォードの名前ね。今は、例えばね、自分は、僕はこのフォードを作りましてですね、これを、このlocalhost で、ね、このフォードね。フォルダのところに、このピザリアがフォルダを作って、その中に、ワードプレスをインストールしましたですね。だから、このローカルホストがフォルダが、ルートフォルダはピザリアですね。だから、今回はこっちはピザリアで、だからローカルホストピザリアスラッシュメニュー。OK? それで、こっちは、メニューを入れて、オッパ。メニューを入れて、追加をします。ね。最後は、コンタクトページね。お問い合わせページを作ります。そして、こっちはもう同じことで、http、localhost、オッパ。これを間違ったらもう、うまくできないから、これちゃんと名前を入れてくださいね。これでもう、あとね、今、ローカルホストを作ってるで、これローカルホスト作ってる。もし皆さんがサーバーがもうすでに、契約サーバーだったら、そのまましてください。僕はね、あとね、移動するときに、これ全部ね、自動的にできるんですけど、変更しないといけないですね。OK? でも、これ、プログラムを使ってそうなる。でも、その時で教えますけど、ロカルホストピザリア、スラッシュ、今回は、コンタクト、
お問い合わせ、ね、あ、お、お、お、パックは小文字、全部小文字でね。コンタキ。OK。こちらはコンタキチ。OK。それでメニューに追加で、それはメニューね、名前ね、好きな名前入れてください。ここは、プリンシパルメニューを、名前入れて、メニュー保存をします。OK。それで、もう一回、ここに戻りましょう。そしてね、今度は、ね、ロゴとメニューのタブを作ります。OK。そして、二つが、セクションが、カラムが二つが必要です。この上は、セクションが一つで、ね。それでカラムは四つ。今回は二つのもの入れたいで、だから、二つのカラムを一つの、エディシ、何ていう名前これ。のセクションね、セクションね。それで、二つのセクション。で、入れましょう。このま、今回ね、白い。白いでいいかな。この白い。あ、この白い。あ、この白いんじゃない。まあ、白いにしますけど、このじゃない。それでね、こちらは、普通のページを作るときに、ロゴを入れるね。例えば、ここに検索すると、ロゴね。ロゴ。これロゴ。でも、今回ね、それ、じゃなくて、今回ね、写真を入れて、ロゴマーク作るね。結構、これはね、もしね、ヘーダーを別の方法で作ったら、これを、これが、ロゴマークするけど、今回はロゴじゃなくて、今回は写真が入れるね。それでね、動画ね。動画じゃなくて、画像ね。を選んで、ここにドラッグして、ここでね、さっき作ったね、ロゴマークを入れましょう。さっきね、このロゴマークが作ったんですね。多分これ大きくなると思うけどね。ちょっと見てみましょう。あ、これまあ、ちょうどいいんですけどね。それで、ここにね、フルサイズを選んでください。なぜかね、フルサイズ選ぶと、もしね、他に、選択ね、選ぶと、多分ね、こちらはね、画面が、ちょっと見にくい画面になる可能性があるね。こうみたいね、ぼよぼよしてる画面になるかもしれないけど、だからフルサイズを選んでください。それ、更新で。あとはね、こっちもちょっと。まあ。そして、こちらにはね、ナブメニューを選んでください。これ、ナビメニューね、ナビメニュー。このさっきナビを作ったから、この一つのナビになります。OK? これでナビをなりましたですね。そして、ここをクリックすると、もしね、たくさんのメニューが作ることができるで、それ好きなメニューを選んで、今回ね、メニューは、プリンシパルだったかな。なんでこれメニュー1になっているの？プリンシパルメニューね。メニュー。
これにはなんで。レッシュして、principalmente、リフレッシュしなかったからね、principalmente をこれですね。そして、この、これちょっと見ましょう。これですね。これちゃんとね、ここは大丈夫で、あとはこれをちょっとエディットをしましょう。それでね、メニューね、のカラムを、メニューの、ナビメニューの、触ることはできるので、これをちょっと選んでください。そしてメニューが、ここみたいに、右側に行ってほしいね。だから、こう、右側に出るね。OK? Underline。Underline は none。この underline ね。underline は、underline ね。これ今回はいい、ない。ないにしたいね。それで、ハンバーガーというのはね、ハンバーガーというのは、自動で、今度ね、モバイルの場合には、そのね、メニューは、このハンバーガーになるね。こうですね。だからもう、ジードです。とりあえずはハンバーガーにしてください。ハンバーガーとノーニがあるので、ノーニはそのままね。でもハンバーガーの方が一応ね、そのハンバーガーにして。とにかくね。あとはね、このクリックをして、スタイルを変更しましょう。OK? もうちょっと広くて。なもね。そして、まあ、これはハードウェイにしますかね。ハードウェイに。それでね、スタイルは、スタイルね、文字ね、の形は、俺は大文字にしたいんです。全部大文字ね。OK? 大文字で。そしてね、こっちはこれでいいね。とにかくのボートでいいんで、あとはサイズは、もうちょっと薄い方がいいかな。そう、このぐらいでいい。そして、サイズは、文字のサイズを。17でいいかな。もうちょっとし、15。もうちょっとちっちゃく。14でいいかな。まあ。それでね、これはデフォルトは、これはボールドにしますか。ボールドがある。まあ、ボールド。400で。そして、ノーマルときに文字が黒色にしますね。この黒いですね。もうちょっと黒くしましょう。OK。それで、ホーバー、あ、おっぱ。それ、ホーバーの時ね。ホーバーの時というのは、マウスポイントを、家に、触るときに、ホーバーね。こうやってしたころね。なんで、こうなってるの？アクティブは確認したいね。OK? だから、このアクティブの時ね。ホーバーはいいかな。テストコード。
もうちょっと太くしましょうね。15にします。あとかな。まあ、大体その、こうして、それで、スタイルは、オーバーの時に、もう、あ、そうですね。ほうね、でも緑は着たい。この黒のままにしますね。ちょっと薄い。ちょっと薄い色にして、それでね、クリックするとアクティブね。それでアクティブがその赤にしたいですね。だから今これでいいで、まあ、そうだね。もうちょっとこれが。そしてね、このセクションが、僕的にセクションが、スタイルは、色は、なしにするね。なし。そして、これは、ね。これは、もし赤するとね、でも赤じゃなくて、これは白色にしたいね。白色。白色は、F が無数ですね。これも、スタイル。でしょう。それで F をね、FFF、3つ F は白で、ね。OK。そしてね、このセクションは色を透明色にします。透明色にしますね。これか。セクションね。透明色にします。これを、そう、透明色にセクションだけね。これはまだわからないで、だからバックグラウンドは白で、今白くなっているんですけど、そしてね、これまだ、これは、この、丸くにしたいですね。でも、今のところ分かりづらいので、それでね、次の、このね、スライドショーを入れます。ね。スライドショーを入れます。それでは、これは一つだけでいいね。こう入れて、そしてね、写真ね。写真は、もう一つを、写真はね、今回ね、僕も選んだ写真があるんで、でももう写真も自分の写真がなければ、もう写真の、動画と画面の、と画像ね、のサイトを、バンクね、銀行ね、バンクが、ご、えー、画像銀行のサイトを教えます。これをもう、無料やけど、今回はこの先みたいなロゴマークで、無料ですけど、名前が、例えばもう一つのここにメニューを入れて、クレジットというところを入れて、ここに、それちっちゃいところでもいいね。フータでもいいね。クレジットを入れて、このみんなクリックしたら、この画像がこのサイトから、ダウンロードしたんですという教えて、
それで大丈夫ですね。今のところをもう一つのところをします。それで、やっぱ、サイトプレス、この、これですね。ああ、違うんだ。これじゃない。もしたくなかったね。こう。で、このサイズです。そしてね、こっちね、例えばね、ここにね、このマークがある、画像はね、この画面は、これを有料しかダウンロードできないね。これなければ、無料で使うことができるね。商売のところでも、ただね、これをサイトには、このクレジットね、このサイトから持ってきて、ダウンロードしたファイルでをちょっと教えてください。そしてね、今回ね、ここでいろいろな、好きなところをね、探してください。例えば、ピザだったらね、ここに、ピザね。なので、それ、まあ、他のいろいろだったら、ここからね、ダウンロードしてください。このビデオの下に、このサイトとも、他のサイトも入れますけど、もう一つのサイトは、クレジットいらないね。使ってる。でも、こっちね、いい写真がある。あれは時々ね、たくさん写真あるけど、まあ、探さないといけないね。でも、あれはね、もう一つのサイトは、これですね。全然、クレジットでもしなくていいんですね。これです。こちらですね。それピザ入れると、ピザ入れると、まあ、こうあるね。このサイトは使っても大丈夫ね。この二つのサイトをもう全部ね、ここで使う、ロゴメーカーとか、それで、この動画か画像とかをダウンロードするところを、そのビデオの下に、リンクを書いておきます。OK。まあ、それで選んで、もう一つね、ちょっと見てください。この写真は、これは違う。これは、無料ですね。有料ですね。こうじゃなくて。ちょっと見てください。この上の写真は、ただね、を紹介してるの Pixabay ですね。この上だけ。この上は、有料ですね。クリックすると、有料サイトに移動します。この下からは、ね、たくさんピッツァ、18ページぐらいがあるで、それ、この下には何でも使って無料ですね。無料ですけど、このさ、例えばね、この写真をダウンロードすると、例えばダウンロードアライズね。これはものすごい、大きい写真ですね。もしこのサイズだったら、それもちょっと短いやつけど、でもね、サイズが合えないですね。好きなサイズが、いろいろも決まってるね。そのサイズを、このサイズで、入れた方がいいと思うんですけど、だから、写真のサイズを、変更しないといけないですね。それで、ここに、僕はね、フォトショップを使いますけど、ね、もし皆さんがフォトショップがなければ、それでフォトショップは、もうちょっと高い、画像の編集ソフトですけど、無料のソフトがありますね。その無料のソフトというのは、例えばね、これを、もう使ってください。ギンピという、日本語ね、日本語。日本語の。このソフトね、無料ですね。大体、Photoshop の、使い方が大体似てるんですけど、でも結構ね、十分です。もしね、Photoshop を手に、高いと思ったら、これは無料で、使うことができるね。そしてね、YouTube で、ギンピ。これは動画の、日本語動画の変更で、いろいろあるんです。これをちょっと見て、これやってくださいね。
OK? もしフォトショップでなければ、それ僕はフォトショップを使いますね。こちらをちょっと見てください。もう一度、これでもう一つ。まあ、それでね、ここに、スライドを入れますね。スライドをここで一つで、ここに来て、スライドね。スライドショーを選びます。スライド、これですね。その前にね、このセクションを、この全速して、高さは、倍にしますね。ボリュームを見て、それで、ここにね、写真を入れたいんですけど、でもね、写真はね、ちょっと、これクリックして、動画を、これかな？違う。ちょっと見てね。これは違うんですよ。400×300 ピクセル。これじゃなくて、フルHD のサイズね。1920×1080 の写真をしたいですね。それで、ね、もうここにも入ってますけど、例えばね、このさっきダウンロードしたファイルね、このサイズがないんですね。これですね。これね。例えばね、もしダウンロードすると、ちょっと見て、この写真は6417ピクセル×3000 610ピクセル。それ大きすぎるでね。OK? 大きすぎるで、この大きいですね。これは16%ね。本当は新しいファイルをオープンして、これは GIMP でしてください。New。ね。このフル HD のサイズを1920ピクセルかける、そのね、ウィジット、それは幅ですね。幅は1920。それ高さは1080ピクセルにしてください。レゾルーションは72にしてくださいね。OK? それ作ります。これですね。この白いはいらないです。それでここをね、クリックして、ぬか、これを僕はそこに入れます。このフォトショップでこのやり方で、GIMP をちょっと、GIMP のトゥトリアルを見て、ね。そしてこれをコピーをして、ここに入れます。ちょっと見てね。この写真はすごく大きいんですね。もしこれは、サイトにアップロードすると、ものすごいね、ロードする時間は長くなるから、だから、短くして、なんちゅうの、サイズも、重さも短くするね。そして、これをエディットをします。これを、トランスフォームで、スケールを短くするね。この写真はあまりね、変更しないために、この短くする、それフォトショップの前、GIMP はそこでちょっと見てください。こうしては短くするけど、あまり、写真は、両サイドね、同じね、同時に変わりますね。もしそうしないと、シフト入れないと、こうするでしょ？写真がおかしくなるんですね。そしてシフトを押して、これはフォトショップの場合ね。リンクの場合が。だいたい画面は、
このぐらいですね。ちょっと時間し。OK。そして、これを押して、ここにね、セーブですね。コンピュータに、先のところで。だから、これを、JPEG や PNG に変更してください。PNG、今回は、この写真のタイプは、JPEG でいいんです。PNG というのは、もしね、バックグラウンドがないで、ただのものを撮りたいで、そのバックグラウンドにならない時には、バックグラウンドが、透明色にしたいで、その PNG 使ってください。今回は、JPEG、JPEG ファイルでいい。そして名前を入れて保存してください。例えばね、スライド5で。名前入れて、好きな名前入れてね。それを保存して、こう見るとね、この写真ね、324KB ぐらいになるんですね。前には、ちょっと見てください。前にちょっと見てください。この写真ね、これをね、これもそうだけどね、これね、そういうのね、18メガもあるんですね。18メガと、これはもう7メガとか、これが5000メガね。それ、ものすごい大きいね。この辺にすると、さっきの、これね、これも、3メガですけど、さっきのね、この写真はこれですね。材料これ、これ300ね。10倍以下にしたに、短くしましたですね。だからこれは、1920と1080のフルサイズね。フルサイズじゃなくてな、ね。フル HD サイズですね。フル HD なので、HD サイズの画面ね。この画面のサイズになるんですね。このモニターの、1920の80。それは普通のモニターのサイズですね。これがもう、3倍があるで、これを、ね、3倍短いで、でも、重さはちっちゃいね。10倍。に、割るにしたんですね。OK? そして、これ選びましょう。これクリックしてね、ファイルをアップロードをします。ここじゃなくて、ここじゃなくて、これだとね、このファイルで OK? ダウンロードをして、OK、これで、メディアを入力します。とにかくね、今回は3つのありますですね。これが、ちょっと、エディットしづらいので、とにかくこれを、一旦はこれをちょっと消しますね。これ一つになるためにね。それちょっと見てください。ほな、もしね、保存すると。こうになります。ですね。でも、これにしたいんですね。OK? これにしたい。ね。だから、こう。ね。OK、それで、OK、ここに戻りましょう。一旦これクリックをして、デフォートね。これをゼロにしてください。
あとは、これは。スライドをクリックして、コンテンツな、もうスライドね。クリックして、そしてね、バックグラウンドオーバーレイからね、これですね、もうちょっとプッシュ。OK。だからこれを、そのバレーは、この文字を消え、ちゃんと見えるように、こうなしで、ちょっと見づらい場合もあるので、これちょっと、楽するね。それで OK です。あとはね、これをね、このナビバーは、この白いにここだけにしたいで、だからね、一つはこのね、セクションを、ちょっと、マージンを上がります。お、違う。ここまでをして、あとはね、80でいいと思うね。それでね、ちょっとこれ見づらいんだから、このセクションね、セクションね、セクション、あれ。何やこれは。どうしたんだ。そう、これですね。もしね、これね、ちょっと上がりましたでね。そうなった。この場合ね、ちょっとね、このエレメントのちょっとバグがあるので、ね、このちょっと勝手に移動しましたですけど、でもこの場合ね、触らないときには、このね、スライスね、ナビゲーターね、でクリックして、例えばね、このカーブ、先に作ったのたくさんこれ一番上ですね。それこっちはこのスライドですね。このスライドを下にします。これでこうなっているね。それで、これをちょっとね、上に下で、でも被せてるね。先のナビゲートね。そうだったら、ね、このね、今のこれをゼロ。Z インデックスの0にします。あとは、これは、あれ、Z インデックスの1。ね。上はここまでにした。だから、これ0ね、下にするね。これ1にするとね、例えばね、これはね、0にして、一番後ろに移動するね。それで、この前のやつは、1に移したら一番前にします。この上はいらないからね。ここまでしか上がってないので、だから、このパターンにします。あとはこれでちょっと丸く押したいですね。丸く押して、これをクリックしますので、それで、ここに、これでね、枠ね、枠のところに、これは、色。枠の色。これをクリックして、色じゃなくてね、このね、ここを丸く押したいです。だから、これでね、上と、ね、左ね、左というのはこれ、ここですね。OK。そんなね、そんなに30、25ぐらいにしますね。あと、これは上だと思うね。同じ25にします。今度は逆に、
逆にね。押して、それで、枠のところに、これはでしたとでした。OK? 25。それは左。あ、違う。こっちだじゃなくて。全部にします。これだ。25。これを腰に棒とすると、これ見ましょう。リフレッシュすると、こうなってるんです。OK? だいたい。OK? それでこれでね、最初のビデオここまでにしましょう。まあ、続きは次のビデオにお願いします。そして、またね。